はい、あ、出た、エルさんの、あ、お前飛んで出た。はい、エルさんの子供です。朝から飛んで出たのに、もう餌、あ、この子は今餌、今まで外出て遊んでたからね。え、はい、こんな子です。まあちょっとね、真剣にね、この子ほんまに探さなダメですね。また子猫が来るというような状況になってるから、朝言うたように。え、ちょっと、血が悪いから、エルサちゃん、この子は今、餌が餌だ。まあ、ようやくこういうね、餌を食べるようになったからね。おい、おいで。もうご飯食べたから、あれか、やろうか。次は、はい、あ、ドラゴのこと、そう、ドラゴの、一匹だけドラゴのこと、ちょっと出てます。おいで、ほら、そんな携帯噛んだな。これ、それ噛んだな。今日はね、泥棒猫がエルサちゃんのところに来ないというね。今ちょっと出しとこうかな、ドラちゃんも。はい、ドラちゃん出ておいで。はい、まあこんな、これね、ドラコ何日、出産何日、エルサ出産何日でバラバラにやってるけど、これね、姉妹に一緒にせなあかんなっていうようなパターンになってきましたね。ね、ドラコね、エルサさんのとこにね、ドラコもまだついてるからね。はい、エルサちゃん、まあ、ポンさんがいてへん時はね、よう出てるからね。お、今度はエルサさんの方がドラコの家にこそぞるんやって。何を舐めてんや、お前。あ、それお前、カバー取らなあかんわ。カバー取らなあかんやつや。ね、はい。何してんや。今日、保護した子、一匹目保護してんけど、あれですね、この子よりはちょっと大きいね。まあ早いことね、保護できたらいいんやけどね、あのままバラバラになったらね、本当に朝言うてたように道路に引かれたりしなければならないようになるからね。ね、餌探すのにね、まあなんとかね、人生をね、変えてあげたいかな思うけど、ね、最悪のことはね、やっぱり避けてやりたいね、うん。まあボンさん神様じゃないけどね、やっぱり、この先こうなるんじゃないかないうことでね、人生を変えようと思ったらできんことはないと思うけど、まあ入らんいうこともあるけどね、保護できないいうこともあるけど、まあ保護できたらね、今の状況よりはね、少しでもマシになるんじゃないかなと思うしね。こういうふうにね、安全なところで遊べるし、ご飯もね、ちゃんとね、あるしね。まあこんなね、街中でね、こうてもらえたらいいけどね、人間恐怖症になってきたら、だんだんね、餌もね、ゴミ漁るようにならなあかんし、ね、
ちゅうことは体にも良くないようなね、食べ物も食べなダメやしね、水もちゃんとした水飲めないしね、まあ、ポンさんとこの水システムね、どうだいどうや言う前にね、そういう猫猫たちはね、ほなどこで水飲むんやねんようなね、まともな綺麗な水をね、まあもっとね考えたってください、こういう子供の猫猫のことをね、はい。